ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回のテーマはアルファガイデンの神戦闘アニメ10選。アルファガイデンの戦闘アニメは人気あるよな。アルファになった時も進化がすごいって言われてたんだけど、そこからの進化がさらにすごかったわね。作品自体の人気も高いし、やりごたえのある難易度、タイムスリップを題材にしたシナリオ、これらも人気の要因ね。そこに戦闘アニメもかっこいいときたらそら人気出るよな。ってことで、そんなアルファガイデンの戦闘アニメを10個ほど紹介するわ。選ぶのが大変だな。定番の人気のものから、ちょっと変わり種まで踏まえて紹介してこうと思うわね。まあ、それぞれ好きなのは色々あるだろうし、あくまで私のチョイスってことで。オッケーだぜ。では早速見ていきましょう。まずは初参戦のブライガーの必殺技の一つ、ブライソードの戦闘アニメから。ブライガーも面白いロボットだよな。変形するとサイズが変わっていくブライシンクロンが面白いわね。あと手が爪状になってるとことか。技自体はシンプルだよな。ブライソードを取り出して一回切りつけるだけね。でも原作再現度合いがかなり良い戦闘アニメだと思うわ。まず、敵に飛んでいく場面。飛び交う光が綺麗だな。伝説のアニメーター、金田義則さんが得意とした光の表現の再現が見えるわね。そして敵を切りつけ、とどめの場合はここでカットインが入るわ。これはオープニングの最後に書かれたものだわ。切る場面が直接見えないのがなんか渋く見えるぜ。この場面は確かアルファガイデンの CM でも使われてたわね。そしてキッドのイエイで離脱。シンプルだけど、原作オープニングの良いところをしっかり再現した。素敵な戦闘アニメね。性能の方はどうだったんだ？ブライガーは4人乗りで、燃費も比較的良くて使いやすいスーパー系。ただ撃たれ弱い方なので、防御面のケアは必要ね。また、援護攻撃が重要な作品なので、ブライソードよりブライカノンの方が重宝されるかもしれないわ。遠近ともに強い機体だったんだな。キッドやアイザックたちの小気味良い掛け合いも魅力の一つね。スパロボへの参戦は非常に少ないけどまた見てみたい機体だわ。こちらも初参戦のザブングルから。ザブングルの最強武装よ。ザブングルも動きが面白い機体だよな。原作からしてパワフルかつコミカルね。アルファガイデンの戦闘アニメでもその辺がしっかり表現されているわ。ライフルを撃ってちょっとよろける動作など、細かいとこで個性が出てるわね。中でもやはりザブングルフルパワーよ。名前も直球だ。口から排気ガスを吐き出し、敵に対して猛然とダッシュ。ガッシャガッシャ走るのがザブングルって感じだな。タコ殴りにして、さらに上から踏みつけるわ。これは半分ギャグアニメな描写だぜ。そして相手をぶん投げてフィニッシュよ。確かにパワフルでコミカル、まさにザブングルだな。後に全身に武装を追加した形態になるけれど、この形態でももちろん使うことができて、最後、敵を投げた後に肩の3連ランチャーで追撃するわ。しかし躍動感に溢れてるよな。機体としては2人乗りで分離ができるってことで、運用の幅がかなり広い機体になってるわね。後継機のウォーカーラリアが出てくるとさすがにお役御免だけど、アルファガイデンを遊んだ人にとってはかなり印象深い戦闘アニメだと思うわ。初参戦でいきなりかなりのインパクトを残したんだな。ウォーカーラリアの ICBM 投げもぶっ飛んでて好きなんだけど、今回はこっちを紹介させてもらうわね。続いてはマクロスプラスの機体。YF-19 と YF-21 のピンポイントバリアパンチよ。これもよく聞く戦闘アニメだな。アルファガイデンを代表する神戦闘アニメね。参戦自体は前作のアルファからしてるんだけど、そこからの進化がすごかったわ。アルファの時は拳にバリアをまとって殴るだけで、格闘の強化版みたいな感じ。そんなに強そうに見えないな。性能は良かったわよ。アルファガイデンではこれが大きく様変わりして、まず、拳にバリアをまとう機体のカットインが入り、浮遊しながら相手に近づいていくわ。こう、重量感が感じられる飛び方だよな。そして左右から打撃を叩き込み爆発。一気に必殺技って感じになったぜ。アルファガイデンのイサムは貴重なガッツ持ちで、YF-19 の回避性能も相まってかなり大暴れしてくれるわ。そんな中、このピンポイントバリアパンチも主力として大活躍してくれるわね。強い上にアニメもかっこいい、最高だぜ。YF-21 も基本は同じなんだけど、敵に近づいていく際の軌道や殴り方が YF-19 と異なるわ。同じ武装だけどパイロットによって機体の動きが全く違うんだな。手間を考えたら同じモーションでも問題なさそうなところ、しっかりと別物にしてるところにこだわりを感じるわね。原作でもこんな感じだったっけ？原作ではマクロスシティでの一騎打ちの中でちょっと使っただけなので、原作にはないモーションだわ。動き自体はスパロボオリジナルなのか。この辺のシナリオはアルファガイデン序盤の山場として描かれてるので、印象に残った人も多いと思うわ。確かにかっこいい戦闘アニメだもんな。
アルファガイデンといえば、と名前を挙げる人が多いのも納得の出来ね。続いては魔装鬼神の機体。ギュッティガカルミズの魔装鬼神ガッテスの必殺技よ。アルファガイデンは魔装鬼神の機体も多いよな。多い上に、どれも必殺技が追加されたりして強くなり、戦闘アニメもかなりかっこいいものが多いわ。今回はその中からまずガッテスに後半追加される必殺技、フェンリルクラッシュを紹介するわよ。名前からしてかっこいいぜ。北欧神話に登場する伝説の狼、フェンリルを呼び出し、相手を襲わせる技なんだけど、そのフェンリルがすごいわ。すげえ水の狼がこんなに動き回るなんて。一部だけとかじゃなくて全身が描かれていて、走る姿もしっかり描写されてるわ。そして相手を噛みちぎり、自身を水の歯に変えて貫いてフィニッシュ。この狼の描写は確かにすごいな。CG とかじゃなくてドット絵で、こんだけのものを細かく動かすって相当大変だと思うわ。しかもこの技のためだけだもんな。まさに職人芸だわ。ガッテス自体は強いのか？ガッテスはスパロボ EX で登場して、その後第4次、F と出てるんだけど、このフェンリルクラッシュも使えないし、加入がかなり終盤で使いどころに困ってた機体だったわね。アルファガイデンでは、援護攻撃と強射程の武装の相性が良いので、かなり生きてくる機体だと思うわよ。なるほど、性能も改善されたんだな。他の機体も強化されてるんだけど、システムとの相性が良いのはガッテスね。フェンリルクラッシュも射程が長いので、援護に絡めてぜひ使ってほしいわ。続いてはちょっと地味だけど紹介したい戦闘アニメ。魔装鬼神からジャオームよ。あんまり馴染みのない機体だな。初参戦はスパロボ EX。ゲンナジーの乗るカゲロウの魔装鬼よ。ゲンナジーってのもあんまり。基本は魔装鬼神の登場人物ね。普通のスパロボには EX しか出てないわ。ジャオームも、OG を除くとアルファガイデンにしか登場してないわよ。EX や魔装鬼神やってなくて存在自体知らなかった人も多そうだ。アルファガイデンでは、サイバスターが調整中のため、マサキがまずこれに乗って登場するの。武装は3つしかないし、そこまで強くないけれど、改造をサイバスターに引き継ぐので育てといて損はないわ。ディスカッター、ってサイバスターも使うよな。形はサイバスターとちょっと異なるわね。このディスカッターを、竜巻の中から召喚し、高速で敵に近づき、斬撃を加えるな。めちゃくちゃ高速、って感じがするな。サイバスターへのつなぎの機体かと思いきや、この時点でめちゃくちゃかっこいいのよ。戦闘 BGM は魔装鬼神の戦闘曲が使われてるんだけど、この曲もかっこよくてやたら耳に残るのよねー。まさかこの機体が？っていう意外性があったんだな。最強武装のビームキャノンも名前が普通の割に、やたら力が入っててかっこいいし、いい意味で裏切られたわね。ジャオーム自体もともとこんなにかっこいい機体なのか？魔装鬼神では割と強いんだけど、ゲンナジーもそこまで目立つキャラじゃないし、マサキの機体としてのジャオームってのはかなり場面が限定されるしね。それがアルファガイデンで急に目立ったわけか。驚きも含めて紹介させてもらったわ。続いても魔装鬼神機体から、プレシアのノルディアブロの必殺技よ。これもなんか名前聞いたことあるぞ。アルファガイデンの中でもいろんな意味で有名な戦闘アニメだわ。いろんな意味で？まずいきなり、プレシアのカットインが入り、走り回りながら、ディアブロに新体操のリボンのような武器を託し、このカットインがまずすごすぎるぜ。そのまま新体操のようなステップを披露し、敵を切りつけながら、最後にもう一度プレシアのカットインが入ってフィニッシュ。ディアブロの動きもすごいけど、プレシアのカットインがやばすぎる。最近のスパロボもいろいろなカットインが入るようになってるけど、人物のカットインがここまで動き回るってのはそうそうないわね。さっきのフェンリルクラッシュも驚いたが、今回は人だもんな。しかもくるくる走り回ってるからね。これ書くってどんだけの手間なんだって思うわよほんと。そんでディアブロって別に主役機でもないだろ。主役機でもないし、魔装鬼神だとプレシアの能力があんまり高くなくて、戦闘要因としてはいまいちなことが多いわねー。そんな機体なのに、この豪華さは一体何なのか。まあ、プレシアが可愛いから。ちなみに、剣の前を外すと、ディアブロがずっこける演出が入るわ。ミスにも特殊演出があるのかよ。アルファガイデンのディアブロは徐々に武装が増えていく機体で、遠近ともに優秀なものが揃っており、プレシアは戦闘用精神も補助精神も覚えて援護もできるので、割と使いやすい機体なのよね。なんかこう、性能からもスタッフの強い愛を感じるぜ。第2次 OG で登場した際は、このプレシアのカットインがさらにパワーアップしてたわ。クルミ割人形はもちろん、リニアレールガンにもカットイン入るようになってたわね。どんだけ愛されてるんだよ。続いてはおなじみフィンファンネル。ハイニューガンダムはアルファガイデンがスパロボ初参戦となったわ。この時は隠し要素か？今は普通に手に入ったりするけど、アルファガイデンでは隠し要素ね。
熟練度による難易度が何の場合のみ、隠しマウンテンサイクルから手に入れることができるわよ。隠しマウンテンサイクル？他のマウンテンサイクルってわかりやすく洞窟の見た目なんだけど、これは建物の中のマップなので、ちょっと見た目違う床ぐらいにしか見えないわ。知らなかったらスルーしちゃうなこれは。何以外の難易度だとヘビーウェポンシステムの乾燥パーツになるわね。期待は強いのか？ぶっちゃけヘビーウェポンシステムの方が強いと思うわね。ヘビーウェポンシステムにはマップ版フィンファンネルが追加されるし、使いやすいハイパーメガライフルがあるし、何より乾燥パーツなので、改造してたらそのまま使えるのよ。それに対して排入は、基礎性能は上がってて、フィンファンネルの空適性 A ってのはいいけど、改造による伸びがあまり高くないので、最終的なダメージはニューの方が上になっちゃうなど、ちょっと使いにくさがあるわね。難しいところだ。しかし、戦闘アニメは段違いよ。ビームサーベルは連続斬りから背後の敵を刺すなどモーションが特殊だし、ビームライフルも画面に向かって撃つなど演出が他と全然違うわ。すげえ、別物じゃないか。そんな中からフィンファンネルなんだけど、いきなり特殊な演出があるわ。緑色の、サイコフレームの輝きのようなオーラをまとった排入の先に、羽ばたく鳥のような光が見えるわ。あれは一体？ストレートに解釈すれば、ララーと出会った際に死んでしまった白鳥、もしくはララー自身の幻かしらね。戦闘アニメにストーリー性があるな。そしてフィンファンネルが発射されるわ。この軌道も高速かつ複雑でかっこいいわね。確か、ニューガンダムが本格的に強化されてくのはこの後からだよな。格闘攻撃が増えたり、フィンファンネルが連続攻撃になったりね。その先駆けと言える演出かもしれないわ。隠し要素でここまでこだわられたら獲得したくなっちゃうぜ。続いてはガンダム試作3号機デンドロビウムの最強武装よ。デンドロビウムといえばこれってイメージだ。今だとそんな感じだけど、実は武装としてゼロ距離メガビーム砲が使えるようになったのはアルファガイデンからなの。へえ、そうだったのか。また、アルファガイデンはほとんどが地上マップで展開されることもあり、試作3号機、デンドロビウムは特に何もしなくても空で活動できるわよ。昔ならミノフスキークラフトが必須だったりしたもんな。それこそ第4次や F の頃はニュータイプが強すぎたこともあり、講話能力的にかなり劣り、試作3号機も運用が難しいということでまとめて倉庫版になりがちだったけど、アルファシリーズではこうも試作3号機も強化されて、1000級の機体になっていったわね。で、アルファガイデンではこの必殺技も追加されたってわけか。原作では、頭上から迫り来るし今に対し、とっさに方針を向けたことで生まれた偶然の産物だったけど、これ以降のスパロボでは必殺技として定着していくわね。アニメの見どころはどの辺だ？アニメとしては、敵に向かっていき、途中で機体を上に向け、方針を突き刺して発射。動作はシンプルだな。注目してほしいのは機体を上に向ける場面。一瞬だけど、オーキスの各パーツがバラバラに動いて、各部からブーストして機体の方向を変えてるのがわかると思うわ。なるほど、確かに。アルファガイデンから試作3号機の戦闘アニメには、オーキスから武装を取り出す動作が追加されるなど、機体の特徴をより細かく描写するような形になっていってるわ。その集大成がこのゼロ距離メガビーム砲ね。一瞬だけど、オーキスがどういう構造になってるか垣間見えるな。しかし目の付けどころが細かいな。派手なやつとか有名なの以外にも、いいのがあるってことよ。ここからは敵の戦闘アニメ。アルファガイデンを代表するボスキャラ、スレイド・ゲルミルの残艦島よ。ゼンガーもすっかり OG の看板キャラの一人になったな。この時はとてつもない強敵だったわね。隠し要素として最後の最後に仲間にできるけど、それまではかなり苦しめられたわ。強い敵には強い必殺技があるしな。それがこの残艦島ね。肩から唾、そして持ち手になるパーツを取り外し、残艦島の刀身を形成していくわ。まず、でかいよな。そりゃ艦を切る刀だからねー。そして猛スピードで相手に突進。スレイド・ゲルミルが方向を上げるわ。ド迫力のカットインだな。モノクロ調になり、目からは光がほとばしってるわね。そして敵を真っ二つに切り裂くわ。やってることはシンプルだけど、このでかい機体がでかい刀で思いっきり切るってのがド迫力で書かれてるぜ。特にこの方向のカットインがすごいわね。それに見合うだけの威力、そしてゼンガーの能力も相まってダメージはとんでもないことになるわ。さすが、アルファガイデンを代表するボスなだけあるぜ。味方になった時はとても心強いわね。もう一つの武装、ドリルブーストナックルも、凄まじい軌道で敵に突っ込んでく迫力ある戦闘アニメだわ。二つしか武装ないのに、どっちもすごいな。最後はアウル・ゲルミル。アルファガイデンのラスボスの最強武装よ。最後はラスボスか。この戦闘アニメも、ストーリー性があるタイプのものね。戦闘アニメで語っていくんだな。このアウル・ゲルミルは、
ブラックボックスと呼ばれる謎の存在が搭載されており、そのブラックボックスの力によって時間を超越し、メーガスは過去改変を行おうとしていたわけ。名前の通り、重要な存在だな。そのブラックボックスが、この武装の中で姿を見せるわ。急に苦しみ出すアウルゲルミル。その体内から現れたのは、なんとアストラナガン。スパロボアルファに登場した、イングラムの機体ね。話の中核を担う、超重要な機体だぜ。前作で消え去ったと思いきや未来にたどり着き、アウルゲルミルに取り込まれていたの。だから時間超越ができるってわけか。このアストラナガンがエネルギーを集約させ、そこにアウルゲルミルのエネルギーを合わせることで巨大な光の玉を形成。敵にぶつけて大爆発を引き起こすわ。面白い構図だな。アストラナガンだから、ウルトラマンレオと、その弟アストラの合体攻撃をオマージュしたんじゃないかと、一部では言われてたりしてるわ。しかし、戦闘アニメにストーリー性があるってこういうことか。ブラックボックスは何なのか、が戦闘アニメで語られるんだな。アルファからやってた人は驚いたでしょうね。本編では語られなかったのか？ずっとブラックボックスと呼ばれてたからね。この後アストラナガンは現代に戻っていき、第3次アルファ冒頭でクオブレイの機体と融合してベルグバウになるわ。アルファシリーズの裏主人公って感じだ。その壮大なストーリーを戦闘アニメの中で見せていくっていう、面白い試みだったわ。というわけでアルファガイデンの戦闘アニメを選んで紹介してきたけど、どうだったかしら。やっぱ今見てもかっこいいのばかりだな。今回は10個だけだけど、他にもかっこいいのはたくさんあるわよ。ぜひ、プレイして実際に見てみてほしいわね。飛ばさず見たいものばかりだぜ。ちなみに戦闘アニメがスキップできるようになったのは、スパロボアルファからだったりするわ。テンポ良くなるけど、見逃してる戦闘アニメもありそうだな。たまにはゆっくり見たいわね。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。